ライバル。そうですね、米田選手、沖口選手、そして関口選手がこの床のポイントを争う、こういう状況になってますね。関口は5種目終わって13位、まずは12位以内に入ることが求められます。関口選手もここまではいいですよ。今のもギリギリだったんですけど、なんとか2つ目の、前方宙返りに持ち込みました。高得点を取りたかった鉄棒で落下がありました。しかしこの最終演技の床、そうですね、振り絞って最後の着地ですね、後方の抱え込み、月面宙返り、後方2回宙返り、1回ひねり、着地が重要になります。高い、そして着地もまとめてきました。高さのある跳躍で締めくくりました関口英一。